徳川義満2月6日から1993年2月6日は、日本の官僚、政治家、陸軍軍人。江戸幕府第15代将軍、徳川義信の孫。爵位は公爵。通称は、慶光。新時代で、徳川義満とも表記される。1913年2月6日、公爵、徳川義久と有栖川の宮武人新能の第2、王女。 ミノルエの長男として、東京府東京市小石川区第六店長の屋敷で生まれた。お印ししわかり。赤ん坊の頃、祖父、吉信の膝に抱かれ、おもらしをしたことがある。1922年に父が急死したため、10歳で就職。叔父の公爵池田中博が後見人となった。学習院から東京帝国大学文学部品哲学科に進んで、 中国哲学を専攻し、卒業後は、宮内省と書寮に勤務した。学習委員時代の補導役は、元海軍少将の森田さんが務めた。1938年10月5日には、会津松平家の子者区、松平康夫の四女、和子と結婚している。1940年1月に招集され、二等兵として入隊。しかし内地で肺炎にかかって、 陸軍病院に入院、退院と同時に除隊。1941年7月、再び召集されるも徴兵検査で即日帰郷となる。1944年2月、三度目の召集で二等兵として、不評第101連隊東部62部隊に入隊。中国大陸を転戦したが、行く先々で入隊員を繰り返していた。調査の野戦病院では、赤リとマラリアに、 栄養失調も加わり、生死の境をさまよった。終戦は上等兵として、北京で迎え、1945年12月に復員。復員後は、空襲による累症を免れていた、第六店長の自邸に居住したが、1947年に家族制度の廃止に伴って、爵位と貴族院議員の議席を失った上、財産税の支払いのために自邸を仏納した。 このため妻や娘を伴って、静岡県に移り、西恩寺金持ちの別荘、座魚荘に暮らした。東海大学の付属高校で漢文の講師を務めるが、その後は様々な事業を起こすも、失敗、東洋生漢研究所勤務などの職を転々とする。やがて、東京都港区高輪の借屋に移り、1972年9月には、 東京都町田市の60坪の建売り住宅に転居。晩年は料理や野菜作りなど趣味に没頭して生きる一方、愛人との不倫同性事件で和製ウィンザー校と報じられたこともあった。1993年2月6日、パーキンソン病のため東京都町田市の自宅で亡くなった。80歳没。ありがとうございます。